はい、ご覧いただきどうもありがとうございます。ベーシストの和佐田です。今回は1日1分から始める、ピック引き筋力を鍛えるための筋トレ的エクササイズのご紹介です。ベース初心者の方や最近ピック引きを始めたという方で、右手がすぐに疲れてしまって一曲通して安定したピッキングができないという、悩みを持つ方も多いんではないかと思います。そういった場合ですね、原因の一つとしてピッキングを持続させたり安定して演奏するための基本的な筋力が足りていないということが考えられます。実は楽器演奏もスポーツと同じようにフィジカルの要素がとても大事だったりします。そんな筋力不足を解消するためのエクササイズを、練習の実践を交えてご紹介いたしますので、ぜひとも最後までご覧ください。でちょっと前置きなんですが、右手がすぐ疲れてしまうとか安定したピッキングが持続しないという時の原因として、フォームに問題があったり力が入りすぎているという場合もあります。私ピック引きに関する動画をたくさん出しておりまして、基礎的なフォームであるとか安定して弾くためのコツなんていうのを解説した動画もありますので、基礎的なところに不安のある方などは、合わせて参考にしてみてください。上とか概要欄から飛べるようにしておきます。ピック引き解説という再生リストがありますので、そちらをどうぞ。さて、では今回のエクササイズのご紹介です。まずですね、以前別の動画でもちょっとご紹介をしているんですが、私がしばらくピックで弾く機会がなくて、右手がなまっているなと感じた時なんかに行うエクササイズがあります。それは右手をひたすら早く動かして刻むというものです。こういうやつですね。はい、でもこれをこうひたすら繰り返してやっていくわけなんですが、筋トレ的な効果はそれなりにあるんですが、これだけだとあまりにもちょっと機械的すぎて味気ないので、ここから発展させまして、リズムのトレーニングになったり、右手のコントロールにも生きてくるようなものをちょっと考えてみました。ステップは大きく分けて4つです。時間のない方は1日1つのステップを1分だけやるというだけでも効果はあると思います。少しずつでもなるべく継続して反復していくことが大事です。基本はクリック1回に対してオルタネイトで4回ピッキングをするというものです。カッ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 というクリックに対しまして、カッこんな感じで、クリック1回ごとに4回弾きます。このですね、大きなリズムのガイドに対して、細かいリズムを当てていくというやり方は、リズムを安定させるためのトレーニングとして効果的です。これについては別な動画で詳しく解説をしておりますので、そちらもぜひチェックをしてみてください。でそれを変化をつけつつ繰り返していきます。ちなみに左手はネックを握り込んでミュート状態にしておきます。左手の基礎練習と組み合わせるやり方なんかもあるんですが、今回はですね、右手のトレーニングに集中をさせたいので、左手は実音を出さないゴーストノートでやります。それではまずステップ1です。クリックをテンポ90で出しまして、4弦をこんな感じでピッキングを繰り返します。これを30秒から1分ぐらい繰り返してみてください。試しに私もちょっとやってみますので、よかったら一緒にやってみてください。だんだんですね、右手がしんどくなってきて効果が実感できると思います。ここら辺が張ってくるような感じですかね。ちなみにテンポが速い方がトレーニング効果は高いんですが、まず安定して弾けるテンポから始めて、慣れてきたらだんだん上げていくというふうにやってみてください。今回はテンポ90でまずやっております。で同じ弦をずっと弾いていると飽きてきてしまうので、ステップ2です。クリック8発ごとに弦を4、3、2、1と移動していきます。でこれを繰り返す。
ちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、イチ、ツー、サン、シー、フォー、ロク、シチ、サン、ゲン、イチ、ニー、サン、シー、フォー、ロク、シチ、タチ、ニゲン、イチ、ニー、サン、シー、フォー、ロク、シチ、タチ、イチ、ゲン、イチ、ニー、サン、シー、フォー、ロク、シチ、タチ。はい、で、これを繰り返していく。ベースの弦というのはご覧のようにそれぞれ太さが違いますし、弦ごとにですねピッキングする右手の位置なんかも変わってきます。なので弦ごとにですね弾いている感覚というのが結構違うんですね。でその感覚に慣れるための練習にもなります。これもちょっと1分やってみます。でここからはステップ3です。クリック一発ごとに弦を移動します。4回弾いたらすぐ移動です。で4、3、2、1と言ったら1、2、3、4と戻ってきます。4、3、2、1、1、2、3、4、はい、これを1セットで繰り返します。これはですね弦移動の感覚を養うのに役立ちます。私はまさにそうだったんですけれどもピック弾きの弦移動って指よりも難しいと感じるんですよね。それを克服するための練習にもなります。これもちょっと1分やってみます。注意点としましては弦を移動するときにピッキングが乱れないように注意です。でこれをさらに細かくしたパターンがステップ4です。1つの弦を2回弾いたら弦を移動、クリック半分で弦を移動します。でこれも4、3、2、1と移動したら1、2、3、4と戻ってきます。2回ずつなので結構右手が忙しいです。ポイントはピッキングの動作をコンパクトにすること。フォームが大きいと弦移動がスムーズにいきません。でこれもちょっと1分やってみます。
までが基礎的なエクササイズでございます。最初はステップ1から順にやっていくのをお勧めしますが、慣れてきたらステップ3とか4とかだけをやっていっても良いかと思います。でここからさらに発展させてですね、2本の弦の移動を繰り返すパターンですとか、弦の移動を1つ飛ばしにするパターンなどですね、自分なりのバリエーションをつけたりするというのもおすすめです。2本の弦の移動を繰り返すというのは、弦を一つ飛ばしは、まあ、オクターブのイメージのパターンです。4弦2弦4弦2弦4弦2弦3弦1弦3弦1弦3弦1弦。これも半分にするパターンとかですね。4 2 4 2 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1。基礎的に右手を動かしつつ継続反復という基本さえ押さえておけば、今他にもいろいろ考えるかなとは思います。筋トレもしつつ自分の苦手な弦の移動の練習をしていくというイメージです。で最後にですね、私からのステップアップの提案として、クリックを裏返してステップ1から順番にやるという練習を紹介しておきます。クリックを裏返すというのは、1,2,3,4 と数えていたクリックの間を感じるということです。1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4。これが裏です。で合わせて弾いてみると、これはリズムトレーニングとしてかなり効果的です。クリックを裏で感じる練習についてはまた別な動画で詳しく解説をしておりますので、そちらも参考にしつつぜひ取り組んでみていただければと思います。はい、というわけで右手を筋トレ的に鍛えつつ、他にもあれこれ欲張った効果を狙った練習方法のご紹介でした。こういったトレーニングを継続してやっていくと、だんだん筋力がついてピッキングも安定していくはずです。筋力というのは使わないとどうしても落ちていってしまうので、冒頭にも言いましたように、少しずつでもいいのでなるべく定期的にやっていくことが大事です。曲の練習をひたすら繰り返して鍛えていくというやり方も個人的には嫌いではないんですが、そういった練習の合間にこういったトレーニングを少しずつやってみると、練習の効率も上がっていくと思いますので、ぜひとも取り入れてみてください。はい、というわけで私の YouTube チャンネルではこんな感じでベースお役立ち動画を発信しております。初心者から中級者に向けたベースレッスン、それから機材のレビュー、それとちょっとした弾いてみたなど幅広くやっております。だいたい週1回のペースを目標に動画を出しておりますので、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ベースレッスンについては先ほども言いましたように、ピック弾きにフィーチャーしたものを多く出しております。ピック弾きベーシストの方はぜひともいろいろ見てみてください。それからですね、動画の方気に入っていただけましたら、ぜひとも高評価ボタンも押していただけるとありがたいですね。感想などのコメントもお待ちしております。コメント欄では動画のリクエストなども、受け付けております。できる範囲で対応していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。